はい、どうもこんにちは。ヒカキン信者の僕です。僕はちょっと最近ね、思ったことがあります。ヒカキン、僕の仕事は YouTube に続いて、ね、YouTuber の作り方っていう本が発売されます。その本についてね、の動画についてちょっと一石を投じようかなと思います。なんか、ヒカキン本をね、燃やしただけで、なんか面白いっていうふうに思うのは良くないと思う。正直。例えばさ、こういう参考書とかあるじゃん、こういう財政学。この本を燃やしてさ、何が面白いのって思うじゃん。例えば、ヒカキンの本だから燃やして面白いっていう風に思うかもしれないけど、やってることは、ただ単に本を燃やして、ね、資源を無駄にしてるだけ。ね。そう考えた場合さ、本当に、本を燃やすことは正しいのかって言うと、正しくないわけ。資源をお粗末にしてるわけ。本当に。そう、燃やすってことは本当にもったいないからね。だって、本、一枚一枚、だって、木、例えば森林を伐採して作ってるわけ。だったらね、買うからにはもう燃やすとかじゃなくて、真剣に大切に扱った方がいいと思う。そう。僕はそう思います。もう最近そう思ってくるんだよね。もうやっぱ資源をね、無駄にしてはいけないと思う。もう、いかなる時も、ちょっと、資源をしっかり大切にするべきだと思うし、そう、資源を大切にしないと、やっぱりね、もう、本当にいけない。なんでいけないか。やっぱりね、森林、木だってね、やっぱり命があるわけ。そのね、命を、ね、いただいて、俺たちは本とか読んでるわけ。だそのね、命をね、無駄にしちゃいけないってことね、本とかは燃やしちゃいけないと僕は思います。はい。まあ、そういうことですね。だからね、一つ言う。ね。むやみやたらに、ちょっと、本を燃やすのは別に面白くないし、やるべきじゃないと思う。このね、この本を燃やしたって何にも面白くない。それはね、本当に間違ってないと思う。俺はそう思う。俺はね。ね。ヒカキンの本だからって燃やしたって別に面白くない。それは面白いと思うのはちょっとね、そう考えがねじ曲がってるし、ちょっと、ひねくれてるなと思う。俺はそう思う。やっぱりね、そういう、なんていうんかな、そういう、ひがみとか妬みで面白いと思っちゃダメだと思う。やっぱりね、大事なのは、まっすぐな心を持ってね、物事を正しい角度で見れることだと僕は思います。だからね、ヒカキン本、燃やしたからって別に面白くないし、やってることは、最低なことだと俺は思う。それはすごい言いたかった。まあ、2分50秒ね。ね、この意見がちょっと正論だと思った人は、ちょっとチャンネル登録よろしくお願いします。ってね、おしまいです。